韓国のチャンソンホと対戦します。こちらが韓国のチャンソンホ、そして井上康生、このアジア大会これが3試合目ということになります。無差別での両者の対戦となりました。この両者は100キロ級のライバル関係でもあります。試合が始まりました。準決勝です。99年の世界選手権の決勝だったんですね。そうですね、バーミンガムの世界選手権。払い腰に行くところ、上からのしかかっていくのはチャンスの子です。しかし山下さん、その後はですね、はい、このバーミンガムの世界選手権は非常に決勝戦競った試合で井上康生が勝つんですが、その後シドニー、そして去年のミュンヘンとちょっと2人の間に差がつき始めました ね。この2人は右のがっぷりなんですけども、赤のジャンはチャンはですね、間合いを詰めたいんですね。井上は間合いを取って詰めたいところです。内股、これは十分ではありません。勝てば決勝進出になります。まあ、自分よりも大きい相手とやりたいと話していた井上康生ですが、同じ100キロ級のチャンとの準決勝です。大内刈り、大内刈りから変化していきますが、これはポイントにはなりません。今日もこの大内刈りから内股への変化というのを見せました。ここまで井上康生はいいですね、積極的に攻めて、積極的に攻めてますね。初戦がカザフスタン、イハサンガリエフを破りました。内股一本、そして2回戦ではミャンマーのヤンも内股で一本、ここまで全て一本勝ちです。この組手はこれで引き手が外れなければいいんですね。巻き込みに行こうというチャンです。大迫コーチがセコンドについています。あ、背負っていきます、背負っていきますが、この辺はチャンがしっかり受けました。まもなく1分半が経過しようとしています。今回は本当にいいところはつかめてませんね、井上康生。無差別で対戦になりました、このチャンソンホと井上康生です、うん、さあ右の釣り手は襟はどうか、十分に取ったか。大内で脅かす、ここまで積極的に攻めているのは井上康生。チャンソンホはほとんど技が出ません、はい、また大内から内股、もう完全にチャンソンホの方はここまでの時間帯はずっと受け専門になっています。そうですね、ほとんど技出てませんよね。あ、まだ反則はいきません、両者にポイントはありません。強引な払い腰、チャンソンホ非常に落ち着いています。井上康生、まあ、十分に知り尽くした相手、そしてこの組手の強さ、うまさ、井上康生の持ち味です。ここから足技から絡めていきたいですね。間合いを取ります井上康生。チャンソンホに引きつけられないようにぐっと右手を前に出して、チャンソンホも払い腰を狙っているか。副審2人が消極というジェスチャーをしましたが、両者にですね、両者に行くでしょうか。今組み合ったまま両者が動きが止まりました。ん、井上康生だけに主審は指導を与えましたが、ここで副審2人がもう一度アピールです。チャンソンホにも指導、両者に指導です。まもなく3分が経過しようと、両者に指導。ここまでしかし攻めているのは井上康生、払い腰に行こうというところです。ただ攻めてはいるんですが、もう一つその技、本格的な技にまでは入れません、はい、井上康生です。あの技がつながってませんね。そうですね、はい、この組手はよくありません。大内刈り、これはどうだ、一本か、一本、大内刈り一本、井上康生、韓国ライバルチャンソンホを破りました。井上康生決勝進出です。主審が一本という前に私が一本ちょっと早かったですね今ね、山下さんが。しかしそれだけ鮮やかに大内刈り決まりました。いいタイミングで綺麗に決まりました。まあここまでなかなかそのチャンソンホが、まあどちらかというと受けの柔道をしてきましたので、はい、井上康生も技が仕掛けにくかったんですが、井上の技を防ぐことを中心にやっぱチャンが戦ってきましたですね。井上康生初の無差別の国際大会になったこのアジア大会、大内刈り、ここまで3試合すべて一本で、いよいよこれから決勝に臨みます。
いいタイミング入ってますね。はい、これ十分組ませてくれないから片襟から入ってるんですね。しかしこうして見てるとチャンソンホとの差はかなり開いてきましたね。